まずこれからそこら辺の暇そうなやつに俺と一緒に特殊詐欺やろうって言って声かけて、そいつにまず人を引かせます。でその引く瞬間を写真に撮って、まず引かれたやつを直して治療費を請求した後に、その引いたやつを記事にすることによって100万円儲かる。これがね一番儲かります。まだ犯罪とかやってるんですか？俺の車は帰ってきてませんと。たまりませんねやはり人間に限ります、このハーモニー。これ終わったらさ、このマーク消すみたいなさあったと思うんだけどな。こんにちは。ああこんにちは。その車どうされました？え、なんすか？こんにちは。こんにちは、加賀すみれです。この車って、はい、何ですかね。この車は社会保障ですか？いや普通に病院の車ですけど。病院の車はい何か病院の車ですよね。はい、あなたは救急隊ですか？医者ですよ。あ、医者ですよ。救急隊ですか？医者ですよ。医者、いや命を救いたくて患者が待ってるから。それで通ったと思うな。いや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 、死んでいいんか、じゃあ人が目の前で死んでるのに。医者と車だったら車の方が大事。やばい、こいつ記者だった。あれ、いやいやいや、何もしてません。元気で。やばい、人盗もうとしてるのねえ。ローレン今暇？ちょっとだったら暇よ。あ、ちょっとだったら暇、うん、ちょっとでもお前に頼むのちょっといやいや、チナなり。いや特殊詐欺しようと思ってたんだけど特殊詐欺お前に頼むのはちょっとあーはい、あ、そういうこと。え、特殊詐欺って何？いや俺ね、医者になったの今日、うん、てかさっき、うん、だからちょっとローレンに人引いてもらって、うん、でそいつを治療して100万円もらうっていう作業をやろうと思ったんだけど。じゃあ今一瞬でやる？誰か一瞬でやろうよ。行けるよ。ヘリで殺しいいじゃん。ちょうどいい、なんかもうそこら辺なんかガタガタやってるやつ。なんかで見れなかったっけな。F1 をして、加瀬さん。うん。なんか市民から出ない出ない。インタラクトを押してから F を押しちゃいけない？何も出ないよ F1。から F を押しちゃいけない？おーい！ダメやー！やりやがったこいつ！キモすぎるあいつ。あいつ成功すぎるマジで。うまくね？あいつ詐欺師じゃんマジで。助けて。天才やん。マジはめられたんです。貴様！天才やってるね。救急車先取ったやろ。取ってない取ってない取ってない。ほんまか？いや取ってないよ。風さんとりあえず。院内に連れてっちゃおうかな。加瀬さん、加賀すみれが院内で待ってるんで。なんで待ってんの？原稿作られますよ。あ、もちろん、さっきあったって。雷電で人を殺しました。いや、殺してない、殺してない。聞いたよね、風地請求書切っていいよ。釈迦さん聞いたの、加瀬さん。釈迦だ、何ですか、仏の。これ院長、これどないします。もう院長に任せます。自販機に顔埋まってるって。これね、もうね、これね、通報ですよ。釈迦さん、何よ。釈迦さん行きましたね、雷電で。証拠あるんですか？自分の勝ちだが。入ってると分かった。じゃあこれでオーバーかもしれない。あ、逃げるぞ逃げるぞ。この男、この男逃げるぞ。これもうボコっていいか、ボコっていいか。ダメだ。それはよし、これで聞こえねえぜ、雑音がな。今来た、容疑者確保、容疑者確保。いやいや、わけがわからん、わけがわからん。何が容疑者だよ。誰、警察助けて。警察の人助けてください。逃げんな逃げんな。誰か、俺持ってこ。あ、こらやべえ、やべえ。ここで逃げるのは二流、一流はここで楽器を鳴らす。聞け、死神のロンドー。あばよ、やりよった。あーあー、加瀬さん
カーセン待て、おいおいカーセン落とすかもしれないこれ、おい やばい、お前人の車やぞこれ。カーセン、カーセン、カーセン、車降りから病院行こう、病院行こう。やべえ、乗り上がった隣ちょ、下がり下がり下がり、俺の横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 、やばいやばい、何やってる、何やってるんすか。指示者じゃん、何やってるんすか今。銃撃った、銃撃ったぞこいつ。指示者じゃん、警察どこへ、どう行ってんだ警察だ。おい警察連れてこい早く。おい警察まだかよ、警察いねえの、てかこの国。おい暇してる医者しかいねえじゃねえかよ、これどうなってんの。なあこんなわらわらと医者暇そうに、なんで警察一人もいねえんだ。おい土井どうなってんだ、バランスは。何があったんすか。土井出てこい、おじじ出てこい、バランスおかしいだろ。この国の司法はどうなってる。おい警察はなんでまた医者来たんだよ、おかしいだろ。違う、医者じゃない、医者じゃない、警察来て、警察なんでこんだけで警察一人もいねえの。何があったんすか。ズックン直して、いやなんかあの釈迦とかいう人が急にピストル撃ってきて、俺マジ逮捕した方がいい、早く病院の前で跳ね殺して。おいやば、お前俺と同じ手口使ってんじゃねえよ、お前もやってんのかよ。ガセンさん、ほらあれ車だって、あれハセシンがやってましたよ。おい、どうした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 、おい、なになになに、どうしたどうした、オッケーオッケー、こっちか、何になるよ、ガセンさん、これなになに、なにこの請求書は。ちょっと知らない、知らない、俺じゃない、知らない、俺じゃない、ハセシン、ハセシン、ほんとほんと、ハセシンがやったんだってこれ。やだ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 、払わない、やだやだ。いくらいくら出らしてますかこれ。50、30万、30万。いやバカだったよ、30万、30万。車めちゃあんな車を劣化したこれ。わかりました、払います、払います。なんでこっちが悪いみたいになってんだよ。ざけんなよ、終わってる、マジで警察来ねえ。次の要点をまとめて週刊誌風の一つの記事にしてください。最後に事件をまとめて寒めのギャグを放ってください。警察不在の街、悪徳医師と詐欺師のバッコ。皆さん信じられないかもしれませんが、現在私たちの街は深刻な警察不足に陥っています。事件が起きても現場にはただ時間を持て余した救急隊員が現れるだけ、治療すら行われないという悲惨な状態です。そしてさらに悪化する状況の中、一人の悪徳医師、樋口葛葉が登場。この人物は違法な診療を行い、なんと治療費として100万円を請求しています。頭も腹も真っ黒、どこまでも悪どい医師の姿がそこにあります。しかしそれだけでは終わらないのがこの町の特徴。最近ではローレンとなる特殊詐欺師がヘリコプターから人を突き落とす恐ろしい遊びを行っているとの情報も入ってきています。この行為により町の治安は最低レベルに陥っているのです。このような混沌とした状況の中で一つの冷めたジョークが頭をよぎります。警察が足りないなら足りるまで待てばいいの。こう寒すぎ、寒すぎ。しかし現実はそんな冗談を言っている場合ではありません。市民としてこの危機的状況に立ち向かう必要があるのです。ちょっと待って、怖すぎるジョークが、ちょっと待って、本当に面白いジョークですよ。コメント欄に書かせた方がいい感じに、おもんないの来るんじゃね。ただのチャット、これが本当のチャット GPT。 樋口葛葉の治療医療費は高いが、彼の治療技術はおそらくロー、低い。そしてローレンはヘリから人を落とすけど、私たちの治安は落ちる、ローのダブル意味。この街の状況は真剣だけど、ユーモアを忘れずに乗り越えましょう。もうダメだ、もうゴミだ、これもう終わってる。ちょ頼む、みんな、ちょ記事の最後の一段落頼む。車間の車がお釈迦。
皆さん驚きのニュースが舞い込んできました。なんとあの釈迦の愛車がお釈迦になってしまったのです。一体どんな状況なのかと言いますと、釈迦の車が大破し、まさにお釈迦になるという言葉が現実のものとなったのです。愛車がこのような惨状になるとは、釈迦も想像していなかったことでしょう。このニュースはまるで車がお寺の鐘の音に合わせてお釈迦になったかのよう。しかし実際はその背後には何らかの事故やトラブルがあったのかもしれません。お釈迦になるというフレーズは普段軽い冗談や比喩として使われることが多いですが、今回のように文字通りの出来事が起こるとそれはもう笑い事では済まされません。この事件は私たちにとっても大きな教訓を与えています。どんなに大切なものでも予期せぬ瞬間に失われることがあるという現実。私たちは日々の生活の中で何が起こるかわからないことを常に意識し、大切なものを大切に扱う必要があるんです。素晴らしい。これで1個かけるぞ。これで200万円。これまだ肉焼いてるの、この車。これ人を引いてもバレないように赤い車にしてる。これ俺医者の免許取ったから、これで人殺して治療費100万取ってます。どこ、あったらやったら死んだ。あ、連絡先を共有か。はい、それで俺が、あ、そう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 そこれが令和のボーリングです。わ、大丈夫ですか、大丈夫でしたか、大丈夫ですか、起こしましょうか、何かあったんですか。いや、その赤い車に引かれましたね。診断、あ、これ捻挫ですね。あ、捻挫ですか。はい、座傷です。いや、マジでいい商売してますね、本当に。ん商売、いや、私は人の、うわ、すごいな。え、す、なんだこれ、治療費とか、やだやだ。おい、ちょっとちょっとちょっと、ありえないでしょ、無料は。無料で行こうってのか。あ、ちょっと警察呼んでいいですか。あ、いいですよ。あ、ちょっと警察呼びますよ、ちょっとやめてください、やめてくださいね。スーパーのシャワーいっぱいの。やばい、ひっくり返った。助けて。え、それなんていうか知ってます、自言自得っていうんです。毎日言われてるそのセリフ。お医者さん、どうした、大丈夫か、どうした。違います、呼んでないです。え、警察の方、助けてください。 XQ さん聞いてください、この人俺がこうやって今直してるのに治療費を払わないで逃げようとするんですよ。違う、踏み倒しですか。踏み倒しです。今見てください、今まさにこうやって処置してるんですけど。証拠はまずここの私の血、それから2個目、その辺でもう割と3回引かれたんで、この辺は私の血ばっかですよ。僕血が苦手なんで。なんでなんで。じゃあ俺記事書いてきますさ、赤い彗星のシャーっていうあれで懸命で。本当にさ。マジ極端。これで完成よ。ガチで赤い彗星のシャアよりひどいよこれ。ちょうど個人医が。はい、医者来ました。お、大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。どれどれ。先生なんで病院じゃないや、病人じゃないわ。俺医者で。医者だ、医者なのに。ついてないんですか、マック。あ、俺個人。あ、え、個人の人って普通同じですか、値段。値段一緒なわけないでしょ。やばいやばい、なんで CPT のこと勝手に直してるの。え、やばい、 CPT やばい、ほっぺな。いや大丈夫、ここ手に取られるぞ。一旦打つわ。一旦打つ一旦打つまだ俺金額言ってないでしょ。じゃあこれ誰に請求ですか。こちらのヤクモベニさん。ヤクモベニ、じゃあ保険効かないんで100万円です。ええー、では待って、詐欺罪だわこれ。詐欺
いや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 、大物すぎる。はぁはぁはぁ、おいおいおい、これアルファ君、これ写真撮って、これやってるよ明らかに。文句ないですよね。でもこっちは一生選択する自由を奪われてました。今めちゃくちゃ嫌がるな、本当に。あれ、救急隊のフリーをするのはダメですよ。救急隊、いや俺は誰も、俺は救急隊だなんて言ってない。俺はそんなこと言ってない。めちゃくちゃすぎ。はっ、今小さな命が一つ消えようとしていたんですよ。それを俺が救ったのに。テロじゃい。テロ。頭痛い。直しましょうか。やめて、触んないで。見ますよ。触んないで、無理やめて。何、おじさんの心を傷つけないで君。次の要点をまとめて週刊誌風の一つの記事にしてください。え、ウルハ、名前何だったっけ。ウルハ磨きだったっけ。ウルハ、あー、ウルハ磨きだったかな。女性警官、自称歯磨き、通称歯磨きにしてこう。警官による恐怖の恫喝、個人へのモラハラ事件が衝撃を走らせる。皆さん、街の平和を守るはずの警官から信じがたいニュースが舞い込んできました。なんと警官が町の個人を統括し、その後さらに悪質な行為に及んだのです。特に注目されているのはその女性警官、通称歯磨き。彼女はまず個人に対してモラハラを行い、その後治療を受けながら治療費を支払うことなく逃走したというのです。この行為は法を守るべき警官としてあるまじきもの。この事件は私たち市民にとって大きな衝撃となっています。信頼すべき警官によるこのような非道な行為は社会の根底を揺るがすもの。治療を施した医師はどんなに苦しい気持ちでこの事態を受け止めていることでしょうか。今私たち市民が立ち上がるべき時が来ています。投稿悪くない、儲かって叶いませんわ。200万ですか。これがどこや。あ、もう行き帰った。すいません、あのちょっと個人医と救急隊どっちも呼んじゃって、ちょっとお金払うんで。お金払う、個人、あの個人医呼んじゃって。はい、来ました、個人。あれ、個人、はい、あ、救急隊の方々ではない。あ、救急隊です。ちゃんとほら、救急隊でしょ、どう見ても救急隊ではちょっとライセンスの怪しさは。ちゃんと首からライセンス下げてます。ちょっと怪しさあります。ちなみにいくらですか。え、20万です。10万なら払います。じゃあ、おー、もちろん。加瀬さん、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 何か、加瀬さん、ちょっと待って、何ですか。ちょっと不当請求ですよ。何が、何がですか。金額がすごいんですけど。え、嘘、いくらになってた。あ、びっくりした。ちょっと別の方でした、すいません。なんだよ、なんだよ。せっかく来ていた。ちょ、本物の救急隊来る前にずらかる。痛むね、両親が。痛んでる声じゃないな。グラセフはこうじゃないと。すげえギリギリなラインですけどね。鍵閉め忘れてショップでボディアーマー買えるかもしれません。鍵閉め忘れ。みんな慌てて全部鍵閉め忘れてボディアーマー買えるかもしれない。署内の、署内の。おい、おい、見た、今警察さん捕まえて、あれ捕まえてよ、あれ捕まえてよ、あれ、あれ、おい、あれ捕まえるよ今。は、なんであれ捕まえないの。え、この車、この車、指名手配の河川さんっすよね。は？あの、すいません、すいません、すいません。いや、俺が何したって？はい。ないです、もちろんありません。警察官のバニラさんが、なんか河川さんに引き逃げされてダウンしたと。いや、全然知らない。え、アルファゾル一緒に乗ってたけど、俺バニラ引いた？え、てか、アルファゾルさん、あなた、変な記事書いてますよね。いや、俺書いてない。いや、本当に何のことかわからない。だから、誰が記事書いてるんですか？記事、なんかね、記事ね、名前書かないと誰が書いたかわかんないんだよね、あれって。え、でも誰が書いたんですか。あの場にいるお二人のどっちかですよね、書いたの。何、記事ってなんすか。あのピザとかのやつ。ピザ、ね、この人連れて行きましょう、この人。え、な、ね、連れて行きましょう。ピザは焼けないです、すいません。この人、お力になれなくて申し訳ない。名誉毀損ですよ、名誉毀損。パンですか。何の話。記事ですよね。記事を作ったっていう話ですよね。すいません、料理はあまり得意ではなくて。治療費払ってもらいます。パンですか、ピザですか。え、なんだなんだ。
ここなんだなんだ、どこですか？請求だけ。請求？何のですか？どうしました？皆さん。引っ叩きたい、行くない？引っ叩きたいんだけど。引っ叩きたい。引っ叩いていい？暴力ですか？引っ叩いていいか、この人。暴力ですか？本当になんか奥歯飛ばしてやりて。奥歯飛ばしてやった。怖いな。どうしたんですか、皆さん、カリカリして。閉まれよ。ああ、怖い。許してください。あっ！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 ああ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 あ、暴力だ、暴力暴力、見てますか、見てますか、なんで見てるんだそこの警官、おかしいだろ、暴力じゃないか、どう見ても。えっ、やりやがったな、マジで。おい、クソみたいな記事書いてな。ああ、もう取れたからな。おい、気づくのすぐだぞ、今時の市民は目を超えてるからな、すぐ気づくぞ、こんな。え、名誉毀損います。俺の名誉が毀損されてたでしょ、今。されてない。今公然と俺の名誉を毀損されました。見ましたか、私に対してこのユニコーンのおもちゃみたいなやつで私のことを殴って名誉を毀損しました。あなたです、あなたが、ほら今市民が立ち上がらないといけないんですよ。こういう警官を許してはいけない。こういう警官を、さ、詐欺、私が何を騙し取ったって言うんだ、こいつだよ、こいつが詐欺師だ、お前ら警官が詐欺師だろ、とんでもないな。私は帰らせてもらう。とんでもないな。おい、終わってやがるぜ、この国の警察は。おいおいおい、は、え、これ何ですか、これ何ですか、え、これマッチポンプですか、これ、もしかして。野球だから、野球ですか、なんだこれ。救急隊来ました、大丈夫ですか。見ます見ます見ます。トコさん、無料でいいですよ、無料でいいですよ。おいおいおい、は、おかしいおかしい、え、なんで、お、人の命を救っただけだろうが、どうなったんだこの国の警察。医師免許持ってるぞ俺は。どうなってる、モンキー君、これおかしいと思わないか。この司法は腐ってる、この国の。終わってるぞ、俺が今直すからな。直すな、直すな、救急隊行きました。直さないで、やばい、直さないで、やばい、今助けるぞ、もう無駄や。除細動器はつけたからな。来た、終わってんな、兄ちゃん。保険機関から100万円やぞ、チュン治療費は。はい、うちね、保険効かないから100万円、100万、耳揃えて払うように。ちょっと待ってください、ほな、うちのがいいですよ、あの、出血します、カツさん、はい、カツさん、出血します、はいはい、これ出血後からついてる、それは、はいはいはい、闇でやぶ、これね、これ止血帯、止血帯以降20万やから、今2個使ったんで。請求断りました。請求断った、合計140万です、これで。100万でいい、まあまあまあ、100万で勘弁。じゃあ止血帯無料ね、ちょっとなんか止血帯おまけね、じゃあ。マジで二度と会いたくないな。気ぃつけろよ、ちょっと危ないから。おい、待て、何ですか、何ですか、我が物顔で何してんねん、警察車両、このカメムシみたいなのが。おいおいおい、俺たちのさ、俺たちの血税をこんなことに使ってるのか。俺らの侮辱、これ侮辱罪、お前らが市民を侮辱してるんだろうが。は、立ち上がれよ、マジで市民は。マジで牢屋、これやばくない、これ、マジで刑務所、この金分が、は、警察車両塗装罪だろ、お前らが。これやばすぎだろ、は、警察車両塗装罪ですよね、これどう見ても。医者が死んでるぞ、おい、起こしますよ。よっしゃ、しっかりと反省してもらったから、直しますよ、うん、大丈夫ですか、すごい反省してます、起こしたら、起こしましょうか、起こしましょうか、やめてください、やめてください、何配信してますよ、配信してます、すいません、配信してます、言うの遅れました、配信してます、うるせえな、なんでやばくないですか、姉さん、じゃあ俺配信してます、配信してます、
これちょちょちょなんでなんでなんでもうめちゃくちゃめちゃくちゃごめんごめん何の詐欺どれどれないないどれ地図に痛みがありますまだわかりましたちょっと直すので直すちょっと待って診察の診察大丈夫もうお金はいらないお金はいらないそれお金いらないとか言ってさ本当にいらない本当にいらない取らないですか治療費振り倒して逃走したとかしないしないしないちょっとどいてどいてうちもそれ同じ俺は命を救いたいだけだから俺はやっぱ医療からそんな口から手間かけてるんだよ口悪いなここの警官何だこれおかしくないか モンキーさんとか多分絶対気づかんぞ大丈夫車爆発したとか言っていいカメラ構えに行かっていいカメラは攻めすぎだろ植え込みんとこにさ隠れてカメラ構えてたらいけるよ絶対これ俺テロ罪で捕まんない大丈夫そしたら俺テロする人にあれを売られて取ってくださいって言われたって言うかうん実際何もしてない写真撮ってるだけほっして大丈夫か大丈夫か大丈夫か伊藤ちゃん何何何え何何何何何はテロ何よどういうことテロって何おっちゃんって起こしに来ただけやってはモンキー君無事かモンキー君無事か起こしに来たぞどうした触らないでくださいえ？あなたずっとここに車止めてましたよね。だからなんすか？怪しいですよそれは。怪しいってだけで捕まえるんですか？そうですよ。なあ困った早く直させてください。彼を救わないと。待ってねモンキー君今助けるからな俺が。難航よし。殺した人殺して金稼いでるって。まさか僕はそんなことしない。もしかしてこの国の警察暇なのかこれ。暇じゃないよ。チピって暇じゃないの？やばいよ、100万。ほったくれなんや、犯罪起きてる？犯罪めっちゃ起きてるよ。あ、意外とみんなやってるんだ。何罪が多いの？今は銀行強盗多いね。あ、銀行強盗やってるんだ、みんな。めっちゃやってるよ。全然気づかなかった。詐欺しかやったことねえよ、俺。詐欺しかやったことねえ。はい。気をつけてくださいね。いやまあ私記者なんで。詐欺しかやったことないと今。記者がなんでショットガン持ってますか。いやあなた俺普通にガンライセンス持ってますよ。詐欺しかやったことないと言いましたね今。はい。あなた。いやいやこれはあの普通に嘘ついたことないんですか。危険な現場に行くことが多いからね。嘘ついたことないんですか。嘘ついたことないんですか。嘘ついたことありますよそんなもんは。詐欺罪だ。いいえ。とんでもないな。私警察なんで許されます。うわめちゃくちゃうわめちゃくちゃだろ今のちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいなんだ今の警察だから私が何でですかあちょっとちょっとはちょっとちょっと待って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 ちょっと何これ 死んでないしな、いたたいたたは今の何バイク引かれましたはこのこっちの河川俺は公道を走ってただけだろうかなんで爆発すんだよバイクが山根さん爆発音で2回マッチポンプメカニックと組んでんだろ警察これこれちょっと違います治療費とあれだろ犯罪と全部金巻き上げる気だろ俺からそこは道路じゃないですそこじゃない俺は知ってたの道路は知ってたってこの車の中怪しいなちょっと待って待って違法駐車すぎる何が怪しい全く働けよちゃんと警察どうなってんだこれちゃんとやってるのちゃんとやってるからこれ上司がいないんですよもう誰が率いてるんだ今の警察これ山本所長いないのかもうラッター所長もいないんですよ。ラッター所長もいないの？はい。ラッター所長どうしたの？なんかギャングで出ました。お前じゃねえかよ。お先真っ暗やんけ警察。盗撮撮れてないんですよ今。マジで？笹さん昼間ダイビングしてたからめっちゃ多かったって。アフターライブを老後の人生みたいな。なんか日頃のダイビングするために。
ダイビングしなきゃいけないらしいんだよねーって違法ダイビングのためのダイビングしてた。そう、ちょうど直撃だったマップが全部。いや暑いよなマップ、うん、暑い。ん、なんだこのバイク、ウルカのバイクじゃね。あ、あいいねえ素晴らしい音おいーあー痛いおもろいのやめて、急に急に面白いこけ方やめて。やばい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 。話は？あ、違う違う違う、しのみやの車じゃなくて、しのみやを使って河川さん、パンいりませんか？しのみやを使って静かに、静かにしろ、静かにしろあ、そうなんだ、え、これ作ったの？いや、だから作るから許可が欲しいっていう話。イエーイ、何？今、いっぱいあるけど、どうして？やばい、何何何ちょっと助けて誰かやめてボール切るかもちょっと待って、落ち着いて落ち着いて、事故です事故、違うんです。おいおい、殺された、殺された人に、殺人警官だよ殺人警官、めちゃくちゃだこいつ、やばすぎる、早く助けて、救急隊のありがたみを身にしてみて感じてください。俺が医者やぞ俺は医者やぞ、医者のありがたみを感じてください。ふざけんなよ、ひどくない？なんで殴ったんですか俺のことを、めちゃくちゃだ。身に覚えないんですか？身に、あなたの胸に手を置いて、俺の車結構ビッグですよ、考えてみてください。何の話をしてるんですか？身に、あなたの、あなたの車に血がついています。え、あれ、どなたの血ですか？血なんかついてないですよ。血がついてますよ。いや、赤いから、なんかそう見えるだけですよ。なんかすごい、え、どういう感じになった？待って、レンちゃん。俺、こっそり積もったらマジで自分かも。